オールドキューブアイプレイ70マックスプロ。今回は直近に紹介したばかりアイプレイ70E との違いを紹介。この動画では端末の性能機能がわかります。役に立ったと思ったら高評価チャンネル登録お願いします。2025年11月21日発売、楽天市場店の動画作成。現在の価格は 38,999 円、クーポン適用で 29,999 円になる仕様。参考までに 70E はクーポン適用で 22,999 円でした。画面サイズ11インチ 2.5K、 IPS ディスプレイ、ピーク輝度 500nits、 リフレッシュレート最大 110Hz。 本体サイズ幅 298.4、 高さ 193.4、 薄さ 7.1mm、 重さ 684g。CPU は、Unisoc S715 を新たに採用。外部ストレージ対応、1TB。カメラは、メイン1300万画素、フロント800万画素。バッテリー 10,000mAh、急速充電最大 33W。OS は Android 15相当。Wi-Fi は、5、Bluetooth のバージョン 5.0。4G と 5G のバンド対応は、以下の通りとなっています。その他、機能として、デュアルシム、ナノシム、顔認証。オクタスピーカー、採用。ワイドバイン、L1 対応。色はグレーの単色展開です。今回の端末はミドルクラスタブレットです。CPU のベンチマークスコアは約65万点。交渉数値となります。スコアが同じ、CPU が変更。この点において、iPlay 70E と同じです。一番の違いは、CPU が 5G に対応しているかどうか。ということで、本端末は 5G 対応という点の大きな違い。サイズ的には全体的に一回り大きくした形。バッテリーは容量アップよりも急速充電が強化された点が強み。 70E とは同じワイドバイン L1 対応ながら、こちらは5社対応しています。オクタスピーカーでさらに音響関連がパワーアップしていますね。弱点は、Wi-Fi と Bluetooth バージョンの低さくらい、弱みの少ない端末に仕上がっています。今回の動画はここまで。作成の励みになりますので、高評価やチャンネル登録など、お願いできればと思います。ご視聴ありがとうございました。